とでかいんだよね。そうですね、びっくりしました、ね、全然マイクとかいらないんだよね。気をつけないと大きすぎちゃうってね、逆に。でもまあこれが目立っていい曲だったんで、うんね、うん、でもどんどん楽器も増えてきましたね。増えてるね。せっかく三振があるから、また三振を使った、ね、った曲もやりたいっすよ。やりたいですよね。いや実はね、あのミサティも三振がね弾けるんで。いや弾ける。朝ドヤユンタか。そうです。それだけ。ちょっとそれやりましょう。ちょっとあのだけじゃないパーティーとかでもいいんで。そうですね。ちょっと練習させてください。はいはい。バイオリンのね、バーキンが綺麗だからね、この曲。シャラララね、最高だよね、いいよね。そう、これウィンドチャイム、聖子さんの私物なんだけど、ほぼ俺が持ってるみたいなね。聖子さんすいませんね、本当に。あのビブラッシュアップね、あれも聖子さんの持ち物で、ほとんどレレファントモシモシは使ってなくて、マカロでばっかり使ってるみたいなね。マハロはそのやっぱいろんな楽器も魅力的だけど、うん、声のね、声ぜひ注目してほしいですね。ですね、そうそう、結構ちゃんとハモれる人が、偶然がみんな結構ハモれる人ばっかりなんで、これはすごいラッキーだよね。表情がすごい急に真面目になるよ。すごい、なんかもう軍隊みたいな。ちょっと見逃しで。バクマンでね、入りそびれたのが。そう。あれから、なんかみんな頼むからちゃんと入ってくれよみたいな、すげえ目つきが違う。真剣で。三振でマハをやったらすげえあのレレケンがさめちゃくちゃウケてて、いやいい、大笑いしてくれて、面白いよね。楽しかったですね。ねえ、これ、うん、なかなかね、まあいろいろねちょこちょこやっちゃってはいるけど、あ、ライブとしてはすごいね、楽しかったよね。本当にもう。このね、ご時世でこういうのなかなか難しい中で、はいはいはい、いやいや、本当に本当に、うん、ありがたいことです。こう、ね、お子さんも頑張っててくれるし、そんな感じで、またこんな感じで反省会ミニ反省会をですね、ちょいちょいやろうと思いますんで、またぜひ見てください。よかったら、いいねボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。